グニチ酸細菌の大量失点は何なんや。中日酸細菌の大量失点は何なんや。今日は青野が良くなかったわ。前回も怪しかったから今回はと思ったからのダメ勝つのが打たれたのがきつい。そうなんか頼りにしとる中継ぎが打たれたらきついわな。先発は軒並みうんちまったし、日数回爆発する人たちだからタイミングが重なっちゃったんやろ。中日は結局打力で差をつけられそうなのね。中日にはまだ周平という追加ロケットあるからお前ら覚悟しろよ。結局中日の投手力って普通のボールだと平均よりは少し良いかなってぐらいだからな。飛ばないボールとバンテリンじゃない試合の中日は別に大した投手力じゃない。うまくいってたろうって知ったからじゃね。勝ってる時に動くのは武将。球が変わった瞬間、今まで全然四球出してなかったのは嘘みたいに四球出し始めた。そんでその四球がことごとく点に結びつけられてる。オープン戦からあれだけ飛ばしてたらそれ息切れするに決まってるだろ。ボールとか関係ないの、すべて立浪の愚かさの帰結。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。